はい、こんにちは。ということでアオリイカの産卵がようやく本格的に始まりだしました。今まで卵はついていて、まあ、アオリイカの姿はまだちらほらとしか確認ができてなかったんですけども、今日に関してはだいたい10杯ほどアオリイカが産卵に来ていました。で、産卵中は、ある程度近づいても、まあ、逃げないで至近距離でアオリイカの姿を見ることができます。最近はだいたいお昼前ぐらいの時間帯が狙い目ということで、先ほど潜って様子を見に行ってきました。バッチリ至近距離でアオリイカの映像を撮れましたので、この後の水中映像で、ぜひ見ていっていただければと思います。もう結構卵も増えてきたので、またタイミングを見て、産卵床の方を追加していければいいなと思います。今日はアオリイカの映像満載で迫力もあると思いますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。で、海の方も、この後南西の風が何日か続きそうな予報になっているので、海峡の回復に期待したいと思います。ということで今日も元気に潜っていきましょう。行くぞ。